こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、私はこれから、観劇に行ってきます。歌舞伎を見に行ってきます。ただ、今日は4月の中旬ですけれども、外は雨で、1日雨の予報なんですね。こんな時に観劇をするポイントを簡単にお伝えしたいと思います。まず、いくつかポイントはあります。何を着るの？それから、雨対策はどうするの？観劇の時に注意することはあるの？この3つのポイントをお伝えしたいと思います。まずですね、何を着るの？ということに関してですけれども、雨が降っている観劇ですから、柔らかものはやめたいと思うんですね。はい、雨がとても影響してまいります。雨に濡れたらお着物がもったいないので、柔らかものはやめます。やっぱりデリケートな素材ですよね。となりますと、私の場合は紬になるんですが、紬の中でもどんな紬を着たらいいかしらということになりますね。ここは一番重要なポイントになるんですけれども、まずですね、雨だから簡単な着物にしたい、汚れてもいいお着物にしたいと私も思います。皆様も思うと思うんですね。で、そうなりますと、洗える河川の着物とか、あんまりお高くないものっていうことになるんです。ですが、観劇という劇場の中で自分がこうお芝居を見るという優雅なゆったりした少し贅沢な気分になりたいですよね。その気持ちと簡単な洗ってもいいものを着たいというのがかなり相矛盾することになるんですね。で、そこで葛藤が生まれます。で、私が今日選んだのは、結果的にこれは牛首紬の後染めのお着物になりました。はい、いろいろ考えたんですけど、私は河川は持ってないので、あまり上等じゃない着物っていう観点で選ぶとしますと、季節に合うこの白いお着物ですね。これ紬です。でもこれ簡単すぎるんですよね。優雅な感じがしない。そうですね、織のお着物ですっきりしすぎていて、季節には合いますけれども、ちょっと優雅な感じにならないので、これはダメでした。無地はちょっと私にとっては寂しいので、無地はなし。やっぱり特に観劇の時はこの上が重要ですよね。となりますと、ここに柄が欲しいんです。そうなりますと、この織の紬がありますけれども、これも織物としてはとてもいいんですけれども、染めの方が楽しいわねっていうことになりますね。かすりで柄が多いと、それだけ華やかで手間がかかるんですけれども、優雅さとか格が上ということからはちょっと外れるんです。これとこれを比べたら、こちらの方が格が上になるんですね。そういう観点で、このかすり柄が多いものはちょっと却下になりました。これは織ではないですけども、最近たくさん着ているからやめました。そしてあんまり汚れを気にしなくていい、これ、一重で作ったんですね。こういう暗いお着物、無地感覚の暗いお着物、これはやはり季節に対して暗いですし、観劇という観点で楽しさがあんまりないですよね。ですからこれは却下いたしました。これは個性によって、人によって違ってくるところになります。そしてこのピンクのお着物、これはこの間の観劇で着ていったんですけれども、もう着たので違うお着物となりますと、やはりこういう中間色のもの、それから染めのお着物ですね、小紋ではなくて後染めの紬が重宝いたします。雨に濡れても気にならないぐらい手軽なお着物ではないんです。ですからそういう観点とはちょっと逆行するんですけれども、やっぱりせっかく観劇をするのなら満足感が高いものがいいなということで、これにこの絞りの名古屋帯ですね、これ絞りの名古屋帯です、これにいたしました。帯に関しても織の帯は楽でいいんですが、やはりこういう染めのものという方が優雅な感じがいたします。それから最近の動画で、4月は暖かくなるからすっきり感を出すには塩瀬のような光沢がある帯は向きませんよと申し上げましたね。それは季節の暑さという点に対してはそうなんです。ですが観劇、室内で観劇となりますと、少し豪華な感じ、ゆったりした贅沢な感じとなりますと、染めの帯はふさわしいということになるのではないかなと思います。そういたしましたら、このような着物と帯になりまして、華やかさの色が足りないので、かなり明るい色のこのオレンジと焦げ茶の帯締め、そしていつもそれに合わせて使うこの帯揚げになりまして、これから行ってまいります。
次に感激のポイントですね。私がいつも気をつけなくてはいけないのはこれです。メガネを、感激って遠くを見るので、こうやっぱり遠くがしっかり見えるメガネがないと、せっかく行ったのにもったいないってことになりますので、近くが見えるメガネではなくて遠くが見やすいメガネ、これは私にとって必需品になります。今日の演目ですけれども、これチケットですね。チケット明治座さんは電話でチケットが買いやすいので、このようにして買っております。今日の歌舞伎です。午後と夜とあるんですけれども、私はどちらにどの役者さんが出られて演目はどうっていうことはあるんですが、それよりも時間的な優先度として、夜は私はちょっと都合が悪いので、お昼にやっている演目ということで、11時から2時半までの内容で見てまいります。30分休憩が2回あるということです。食事の持ち込みはダメなんですね。中に食堂などございますけれども、どうなるかなということです。チケットはこれなんですけれども、これは電話で予約いたしまして、最初はかなり早く予約して3000円の3階席を予約したんですね。それでよしよしと思って昨日取りに行きましたら、お席ありませんって言われて、この日までに取りに来てくださいという時までに行かないとその件は失効してしまうということで、なくなってしまいまして、でももう一席取ることができてラッキーでございました。このチケットを忘れないようにして持ってまいります。次に雨の日対策です。雨の日対策はですね、大きな雨傘、それから雨ぞうり、そして雨ごうと、これがあれば大丈夫です。あとこのクリップ2本ですね。雨ごうとをしっかり着るんですけれども、その前にこうやって裾を上げます。裾を上げます。その上に雨ごうとを着ていきます。そうすると雨に濡れないんですね。まずこちら上前を上げます。そして帯にかけます。そしてその上に下前を上げます。そして2つのクリップでこうやって留めます。このような状態になっています。こんな状態になっていますね。はい、これでいいんです。この上に雨ごうとを置きます。雨ごうとは長い雨ごうとですね。そうすればもう万全です。そして向こうに着きましたら、そっとこのクリップを外す、雨ごうとの下でそっとクリップを外す、それだけで全然何もおかしくなく すんなりと過ごせます。そして雨ごうとですね、雨ごうとはこのようにしてお袖を通します。お袖を通します。雨の日は暗いので明るめの色合いの雨ごうとがおすすめです。これは絹糸に、糸の段階から撥水加工をしてありまして、それを折ったものなんですね。でかなり激しい雨の時も私はこれで大丈夫でした。紐がですね、このようについております。長い紐、これを体にぐるっと中のを通して、ここに穴が開いていますので、この穴から出してくる、出してくる、出してきます。そして体に沿わせます。体に沿わせます。そしてこの紐を結びます。お着物よりも少しの長い着丈になっています。ただあまり長すぎると足で踏んでしまったり、階段で危ないので、この雨ごとの着丈というのはかなり重要なポイントになります。そしてここに紐があるので、この中の紐を結びます。はい、これで OK、 これで OK。 行ってきます。行ってきます。頭はアメリカン行ってきます。今あそこ明治座で歌舞伎をやっております。4月大歌舞伎です。はい、今歌舞伎座の中におりますけれども、来てみますとやはり歌舞伎ということで、柔らかめのお召しになっている方がとても多いんですね。訪問着や色むずの方たくさんいらっしゃいます。歌舞伎はそういう世界でございましたので、柔らかものをお召しになっている方が多いというのが注意ポイントでございました。私はおひきさん、特にまだ愛之助さんファンですけど、おかけのようなファンでもありませんし、近所で
歌舞伎見物っていうコンセプトですので、このような感じでよろしいのかなという感じもいたします。はい、このようになっております。自撮りします。こんな感じで撮ります。はい、はい、明治座の中です。2階ですね。明治座の歴史がこのようにパネルになっておりまして、ラウンジがありますね。お昼はここでお食事ができます。ビデオが流れております。はい、一緒に撮りました。お店がたくさんです。お昼はこのようなものがあるんですけど、事前予約のものが多いですね。で、当日の分が予約できました。愛之助さんです。愛之助さん、こんにちは。ありがとうございます。3階席です、お名前を出していただいて食事の準備をしていただいております。私は今日大江戸さんのうなぎをいただきます。大江戸さんは日本橋で有名なうなぎ屋さんで、私は大好きです。うなぎをいただきます。今幕間で30分の休憩が2回あります。お着物で参加の方は大変多くて、いろんなお着物を着てらっしゃる方がいらっしゃいます。豪華な訪問着の方もいらっしゃいますし、色無地の方、それから顧問の方、付け下げの方、いろいろいらっしゃいます。それからお色も白に黒の白い個性の方かなというような方から、シックな粋なお着物の方もいらっしゃいますし、紡ぎの方もいらっしゃるので、どういう状況でこの歌舞伎にいらっしゃったのかなという、お仲間とかその参加した意図というようなことが、そのお着物の格ですとか豪華さとかに影響するのかなと思いました。一人でお着物で参加の方もとても多くて楽しい時間になっております。先ほどは静か御前で愛之助さんが出るのを拝見して、そして今は大杯という大酒飲みの武士のお話です。これから踊りがございます。楽しんできます。